はい、だけど、シこんにちは、こんばんはということで、えー、今週も特別登録時点 LTP 指数ですね。8月8日、9日の、えー、札幌開催分の10、えー、特別競争の方をね、やっていきたいなと思いますが、えっ、ー、と、急にね、なんか再生数伸びましたね。ありがたいですね。なんかたくさん見ていただけて、で、まあ、 うん。特別の方をね、中心にやってるんですけど、まあ、それとは関係ない新潟の最終でね、日曜日の1、2、3位で結構高配当が当たるということで、まあ、そちらも反響いただきましたが、えっ、ー、と、まあ、そうですね、毎週一応あの、できる限りというか、はい、アップしておりますので、あの、レッドラインラボの方で、えー、なので、まあ、そっちね、あの、またアクセスしてもらって、他のレースもね、見てもらえたら嬉しいなという感じで思っております。LTP 指数 ラストタイムポイント。前走終了時点で数値を算出。数値が高いほど能力、格が高い馬と評価。最後のレース時点での指数という意味の指数。タイムイコール時計という意味ではありません。前走取り消しや落馬などがあった場合は、2走前から最も近い時点での指数を採用。 ブログ、レッドエンラブに週末掲載しておりますが、確実に掲載するとは限りませんのでご注意ください。この動画でお話しすることは、構想することが多い LTP 指数1位の馬を指数以外の部分で評価していくものです。指数1位だから買うだけではなく、指数1位だけど買いたくないという評価などを個人的な考えで話していきます。特別登録時点での出走馬想定なので、実際には順位が変わることがあるので注意してください。 はい。そんなわけで、甘神のね、えー、テンプレート動画、えー、流させていただきましたが、まあ、初めて見る方もね、当然毎回、一人や二人、おられるでしょう。ということで、あの、差し込ませていただいているんですが、まず、一、えー、つ目ですね、北新特別、一位が、プリンさん。ということで、可愛い,い名前ですね。あの、プリンさんだから、このプリンっぽい色に文字をしたんじゃなくてですね、あの、これもね、あの、ちょっとあの、メールでいただきましてですね、あの、これまではですね、一番上赤文字にして、あと白文字にしてたんですよ。うん。でも、まあ、 別に指数順に並んでるから色分けしなくてもいいんじゃないですかっていうね。そんだけ手間は省けますよって言われて、まあそうだなと思いまして、はい、今回あの、プリンさんという感じの色にさせていただいたわけなんですが、まあこのプリンさん。はい、えー、っとまあ後方からしかね、いけない馬なんですよね。その上バタ重チも軽いっていうこともあって、まあ厳しい競馬が続いているのは当たり前の馬なんですけど、 2層前なんか見るとね、ギャラクシーソウルと差のない固着だったっていうこともあって、展開一つで浮上してくる力は十分にあるんだろうなっていうふうに思いました。で、人気がさっぱりない割にはですね、大敗している馬でもないんですよ。うん。なので、まあそれでいてね、力をつけてきてはいる馬だと思いますので、で、これで今回ね、芝に変わって人気がね、全く寄りなくなれば、ちょっと大和な候補として僕は狙いたいなっていうふうに思っています。 で、えー、次のス、ね、総演特別となります。一位が僕活要ねなんですけど、まあ、あの、先週もね、触れましたが、まあ、あの、怒りの連闘っていうことなんですかね。はい。怒りの連闘っていうか、まあ、バケン買ってる側が怒りの連闘だろうっていう感じになっちゃうんですけど、まあ、先週ね、絶不調でしたね、丹内騎手。はい。あの、もうひどかったですけど、もうほとんど全ての騎乗が。 え、そんなね、えー、ポプラステークスだったんですけど、ね、7着ということで、レース後にね、まあ、おとなしすぎたっていうね、コメントを残してるんですけど、まあ,あ、の他の馬ではね、あの、気合が入りすぎたとかね、いろいろまあ、真逆やんけっていうことがあったりして、まあ、おとなしすぎたのはね、ジョッキー自身じゃないのかって思った人が多数かと思うんですけど、まあ、 ボカツ屋根の場合は、早めにね、動いていかなくてはいけない馬ですし、それができる馬なんですよね。で、今回、あの、札幌大好き、まあ、ブラックカードが出走するわけなんですけど、登録してるんですけど、このレース。うん、この馬もね、早めに動くタイプですし、まあ、ついていけばね、逆転も十分可能かと思いますで、まあ、前走人気背負ってね、何もしないで負けて、人気を少し下げてのここで、ね、連投って、いかにも臭いので、うん、ここはちょっと狙いたいですね、やっぱり。はい。 はい。で、えー、札幌日経オープンですね。ウィン・イクシードということで、まあ僕も好きな馬ですが、まあ前走七夕賞ね、先行して、えー、まあ誰も通ってな、ね、い伸びない内をついていってね、最後飲まれて負けるということでね、おいなんでやねんと思ったんですけど、<laughs> まあ、七夕賞でね、あの競馬で5着ですからね、ここはもう勝ち負けしてもらわないといけない馬だと思います、ね。で、札幌の適性もあるわけですし、で、ボスジラがね、人気吸ってくれるんだったら、ちょっと買いやすいオッズになってくれるかなと。 思います。なので、まあ、狙いやすい馬にはなるんじゃないのかなっていうふうに思いますし、全然あの、普通に先行して、普通に回ってきたら、普通に勝てちゃったっていうふうでも全然おかしくない馬なので、うん。ここはまあ、えー、まあ、人気、もし被っていたらあれですけどね、そうでないなら、はい、買いたいですね。で、えー、次がライラック賞となります。1位がレースガーデンということになりますが、えっ、ー、と、久々のレースで勝利して、2戦目でもね、ボケずに構走したと。 いうところですね。この馬に関しては最近。はい。で、クラスの目処もね、すぐに立ちましたし、北海道合いそうだなというところもあります。で、安定した先行力が魅力の、まあ、このレースガーデンなんですけど、えっ、ー、と、前走相手がね、弱いレースで圧勝したモンブランテソ路が人気を背負うなら、うん。 そののレースななんか波乱の目もありそうで面白いいと思います。指数上位にまあおそらく人気がない馬が多く揃いそうなのでここはまあレースガーデンからです、ねえー、人気薄のまあ指数上位を狙ってちょっと穴狙い、ちょっといい配当を狙っていきたいなと、えー、現時点では思っています。 はい。で、HBC 賞となりますね。1位が MO 大賞ということになるわけなんですが、えー、っと、まあ、そうですね。えー、っと、点に速い馬ですね。で、安定した競馬を、えー、まあ、ダートでしてきているというところですか。はい。で、まあ、前走に関してはね、早めに疲れて、まあ、潰されてしまって、9着の敗北となったんですけど、で、今回ね、芝になるんですけど、札幌函館の1200経験しています。 うん、その時からやっぱり点からスピードを出していい競馬がね、えー、ある程度できていましたし、まあ、昨年の HBC 賞に関しては出走してるんですけど、上位の馬が強い中で6着ってね、まあ、大健闘したなという印象でした。はい、で現在登録してるのは同型の、えー、カステヘルミが登録しているんですけど、まあ、2頭とも別に何が何でも鼻というよりはまあ点が早いので、ね、前に行けるということなので、うん 高ポジションをすぐ取れる MO 対象の、まあ、押し切りがあっても全然、あの、不思議ではなく、むしろ期待できるメンバーなのかなという感じで思っております。 はい。まあ、そんな感じでね、ご視聴ありがとうございましたとなるんですが、えっ、ー、と、そうですね、竹ラジとして、あの、まあ、音声配信もね、今週してますで、ね、まあ、音声中心にちょっとここ2週なっちゃってましてですね、あの、まあ、他の動画でも言ってますけど、あの、鼻の頭にでかい出来物ができてしまったんで、ちょっと顔を出すにはね、お見苦しいなということでね、あの、出せていないんですけど、他にもね、あの、 はい。オッズマスターの話とかですね。ちょっと動画で、ね、まとめなきゃいけないことがあるんですけど、ちょっとその辺がですね、まあ、鼻の頭のできもので苦戦するという状況になっております。はい。一刻も早くね、直したいなという感じなんですけど。はい。で、まあ、竹つべという、まあ、このチャンネルとしてはですね、まあ、週末予想、馬券情報、警備ソフトターゲットの話も最近してませんけども、結構出し尽くしたんでね。 はい。過去分見てもらえればいいなと思ってます。多分ネットで検索したら結構出やすいので、うちのどこのターゲットの動画は。えー、その辺からね、あの、知ってくださる方もすごく増えてきているっていうのが嬉しいところなんですけど、まあそういう競馬の話をね、中心にしつつ、うん。あの、音声配信でね、プロレスの話したり、あと最近はあの、先週2本目アップしましたけどね、ちょっと怖い話。 僕のリアル体験談の怖い話なんかもさせていただいているっていう、まあ雑食なチャンネルになっています。はい。で、まあ最近顔出してないんで、あの猫がね、登場してないのが寂しいなという感じなんですけど、あの猫の写真はあのたびたびインスタとかツイッターにアップされるので、ぜひね、そちらもフォローしていただけたら嬉しいなと思っております。はい。で、この動画の次ですね、次にアップ予定なのはこの、今回のバージョンの、まあ新潟の はい、え、週末の特別レースの LTP 指数の話なんかをしていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひそちらもご覧いただけたら嬉しいなと思っております。ということで、竹内でした。さよなら。